イブリン・キースは、テキサス州ポートアーサー出身の女優。イブリン・キースとも表記されている。2歳で、父親が死に、母親に育てられた。18歳で、セシル・ビー・デミルに見出される。しかし南部なまりがひどく出番を与えられなかったため、コロンビア・ピクチャーズ社へ移る。B 級映画に出演し続けたが、自身が、ジデン・スカーレット・オハラ、S ・ヤングアシスターで描いているように、 映画、風と共に去りぬで、スカーレット・オハラの妹、スエレンを演じたことで知られる。しかし、この映画に出演した俳優らが有名になっていく。中で、イブリンは脇役としてキャリアを積んだ。1956年に映画界から引退。俳優としてより華やかな私生活で知られた。最初の夫、バートン・ベインブリッジは実業家。二度目は映画監督。 チャールズ・ビダー。3度目は映画監督ジョン・ヒューストン。4度目はジャズバンドリーダー、アーティショー。ヒューストンと離婚後、映画プロデューサーであるマイク・トットと、夫婦同然であったが、エリザベス・テイラーに夢中になったトットに捨てられる形となった。4度の結婚で子供はいない。2008年7月4日、癌のためカリフォルニア州南部サンタバーバラ近郊の自宅で死去。 91歳、ありがとうございます。